鴨志田、鴨志田シ樹は、神奈川県川崎市出身、日本国籍のアメリカンフットボール選手。ポジションは、オフェンシブラインマン。ニックネームは、ビッグパパ。身長184センチメートル、体重108、キログラム神奈川県立川崎高等学校、中央大学卒業。神奈川県立川崎高等学校在籍時は、ラグビー部に所属。中央大学に入学後、 アメリカンフットボールを始める。1994年、当時実業団チームであった、オンワードオークスに入団。2001年にスカイラークスカイラークスと、合併と同時にクラブチーム化した、オンワードスカイラークス時代、彼に率いられた、オフェンシブラインは鉄壁を誇った。2008年にオンワードオークスが廃部となった後、多くの選手、スタッフが残って結成された。 サガミハラライズに参加した。二千十七年一月十五日、サガミハラ市市内で二千十六シーズンの終了報告会、ライズパーティーにおいて、サガミハラライズ対談が発表された。二千十七年シーズンにより、X2 リーグ所属のゼロファイターズに参加。二千十九年現在、現役続行中である。九百九十九年の第一回アメリカンフットボールワールドカップで、 日本代表のセンターとして彼はリーダーシップを発揮し、コソボ紛争などを理由に、アメリカこそ出場しなかったもののチームは優勝した。その後、第2回大会での2連覇にも大きく貢献した。川崎市で行われた日本が初出場したアメリカに、敗れ準優勝となった第3回大会には代表候補となったが、本大会には出場できなかった。 また強靭な体力の持ち主であり、ベテランになっても他の選手たちと共に、現役生活を続けている。ありがとうございます。